うわこれ勝てたなこれ。無線センターさん、センターさん、センターさん、ミュート、センターさん、ミュート。骨のない魚がいたら食べやすくなるなと思う。ナイス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 ボタン。そう、隠しろ。あざす。クリックナイス。隠しろボタンですこれは。クリックライク。俺しか宿舎は開いてない。なんだっけな。やば。隠しろだじゃん。ないボタン。隠しろです。マジで白いこのボタン。隠しろだ。はい。隠しろなんで切りに行きます。隠しろ切ります。サポートします。お願いします。下地基礎お願いします。お願いします。奥さあをボコボコにしてみたい。黄色紫ピンクピピピンク。はい、誰も死なせない。でもちょっと怪しいな。 40% ぐらいか。 A さんってダウンロードしてた？してた。ああ、なんかすごいとこ立ってますよね。そう、あれはもう完全に意地ずれだね、うん、やべえやつ。もしかして俺落ちるかもしれない。やばい。あの貨物のダウンロードタスクがあるじゃないですか。あのラウンジ側でダウンロードしてたみたいな認識。あの分厚い壁を超えた。そうじゃないですか。ああ、多分 5G 飛んでたんちゃう。ああ、そうか。それが大掛かりなフェイクタスクか。チートやチート。なんか超大型巨人で上から覗き込むようにして。上から手回してやる。レアキャラだ、それレアキャラ。ちょっとレア系ですけどね。レア。骨のない魚がいれば食べやすくなるなと思う。やめて殺さないで。俺は殺される。はい。死人がないですか？他、僕多分結構前の死人になっちゃうんですけど。見てないです。亀田さんと、エンジン脇かな？エンジン脇メインホールの扉を一緒に開けました。で、僕ゴミ箱入ってシャワー室行ったんで、メインホールのゴミ箱タスク、左から2番目の部屋の上の方のタスクやって、シャワー室に行こうとした時にシャワー室の扉が閉まってたんで、もし除染に行ってなければエレキに降りてると。予選最後リンゴいますけどいなかったです、はい、シャワー側には来てないと思ってて、停電中にメインからエンジン側に走ってた方っていらっしゃいます？あ、のすけかな。あ、じゃあのすけさんか、うん、OK です。じゃあ亀田さんの死人ではなかったですが、はい、その辺近くで停電さんみたいです、はい、停電明けに先端とエンジン、エンジンコミカンのドアを開けて、先端がミーティング、僕が、メイン側に行ってるんですが、メインエンジンのドア閉まってたので、のすけさんはどこに行ったのかなっていうところですね。僕ですか？うん、停電中にメインエンジン行ったんですよね。 はい、停電中。あ、そうですね、僕は、左から2番目 の弁当のタスクの部屋のとこでタスクして、で、終わってます。え、あれ、あ、メインエンジン抜けたって言わなかったさっき。
いや、言ってないですけど。ユタさんとのすれ違いが、あ、すれ違いなだけ。どうしたんですか？言ってないですけど。言ってないです。あ、OK です。まあ、よかったよかったよかった。はい。お互い。はい。なんで、よかったです。ペイさんの、ペイさんの絵は何ですか？あ、ごめん。え、なんか、なんだっけ？最初に赤メタさんとメイン入ってって言ったのは誰の話でしたっけ？R、R ですよ。ですよね。で、R さんがゴミ箱タスクやってたんですよね。一番最初ですよ。うん。で、その後、メインシャワー館の扉が閉まってるところまで見に行ったんだよね。はい、で僕はシャワーに入ってます。うん。のすけさんってどっからどう行ったら誰にも会わずに行くの？ちなみに僕は R 君と一緒にメインに入ってます。え、そうなの？え、お前覚えてないんか？僕は赤メタさんしか見てない。まあ、怪しいなこれ。影の歌が強いのかな、もしかして。いやでも確かに誰かもう一人はね重なってるようには見えてましたけど。笑いこらえてたんじゃないの、のすけさん。おやおや。おやおや。指輪、指輪よ指輪さん、この世で最も仲睦まじい夫婦は、はいはい、林よ林夫妻だよ、言わずもがなでしょ、パッパッパッパン。第一印象は男前と猿、ポン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 。人生のボーナス70分後はわからない、まあ、でも二人一組二人三脚一歩一歩。死にありますか？のあれ、エレキのあたりにいっぱいいた人の中にリネさんいなかったでしたっけ？いなかった。僕はエレキはね、ゼルクスナッパイネロちゃんしか。うん、見なかったと思います。今最終ラウンジ右側走ってた方ってどなたですか？あ、じゃあ多分リンネさんその辺ですね。え、嘘、僕貨物配電場いますよ。あー、配電場じゃねえよ、配線。じゃあ多分貨物とラウンジ間ぐらいにリンネさんいると思います。なるほど。あっちってなったらスナッパイさん弾けるかも。最後合流してるから、あのセキュリティの方で。ああ、僕は助けてて見えてませんが、場所は合ってます。はい。影丸先端が神様を直してたので、この2人は無理。はい、うん、ちなみに触って直したのは先端の。はい、あの私貨物ずっといて、あの金庫のやり方が分かんなくて、さっきからずっと一人であそこの端っこのところでいるので、誰も見てない、うん、じゃ見てないんですけど、貨物にはいました。はい、はい、OK。 リンゴさんは、リンゴさんはエレキずっとですか？そうです。いや、エレキでみんなに会った後メインエンジン行ってます。なるほど。ちょっと面倒くさそうなんで言います。 R はシェリフです。なるほど。あ、マジか。かっこいい。誰間入れる人？弁当は、まあ、R ユータが挟んでる。おそらく、まあ、僕はアーカイブの方抜けちゃってるんで、ユタさんの証言でリネさんがそこなだけで、もし違う場合はそこじゃないので、はい、うん、そうですね。はい、もしそうの場合、まあ、ユタさんが正の情報言ってる場合は、イオリさんの位置偽装。もしリンゴさんって、誰かがシャワーからアーカイブ弁当使える人っていいんですか？はい、そう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 。あ、リンゴは使えちゃうと思います。エレキの後誰にも会ってないので。そうですよね。で最後エンジンまで行ってた、はい、誰にも会ってないってことですもんね。はい、エンジンの宿舎入るくらいまで行ってます。あ、そっちか、なるほど。ちなみにのすけさんって、ごめんなさい、あ、ボタンか。あ、いや、すいません、白いなぁ。いや、でもさん弾けるなり、あれ数字合わせればいいんですよね。でもしくはゆたさんの位置を数字合わせて、下位置ずらしも、あ、まあ、下位置っていうか、手をクリックのボタンを離さないまま次の数字に行ってください。あ、それか。ありがとうございます。まあ今日はね、まあ初心者なんで仕方ないですね。もうどうにでも、ぶっ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 、宇人雷神図表ブテトってドライブ、金箔の水平線、あなたといればどこだってキンキラ。
やん。いや、ガチか。金庫で死んだのかな。ガチかって。金庫で死んでそう。金庫で。え、これ、イオリさん弾けんだったら。あ、リンゴ、ちなみに今リアクターの左と右を一人で直しました。あ、だからさ、ごめんなさい、さっきのキレの話で、はい、リンゴさんか、ね、もうゼルクのどっちかになるんじゃないかなと。え、あユタさんの方が僕も入るとは思いますけど。あ、ゼルクは無理だと思いますよ。僕がね、エレキ診察貨物。あ、そっか。はい。で、スマパイさんとゼルクが最後見合ってるんだったら、まあなおさら無理。ユタさんかリンゴさんじゃないですか。多分そうだと思います。うん。うんあでこのターンに関してはリンゴさんをメインでエンジン側に走ってくリンゴさんが最後リフトに乗って右に来て右を直してるんでこのキルは リンゴさん絶対無理ですとりあえずですけどリンデさんの死にあリンデさんじゃないヨルさんの死にあります今回できなそうな人は結構いるんじゃないですか、はい、でミーティングはネロさんとゼルクさんだけですかあ僕最後リアクター左にいますけどまあだからゼルクが上登った人見てないかって話だね。あ、見てないです、見てないです。見てない。あ、じゃあそんな感じかよ。え、これ金庫でみたいな話があったけど、金庫に乗って貨物の。いや、わかんない、わかんない。貨物の金庫なんですか。ああ、右か。ごめんごめん、そういうことね。ごめんなさい。ゼルクは自体は。じゃあ、目的もないのか。右左でこう、白取れそうな人とか。リンゴさんしかいないんで、僕目線。リンゴさんと僕で決めてほしいですね、ここで。リンゴさん無理です、僕視点で。あ、今回のキルではなくて、1個前のキルが R さんがシェリフで出てる以上、ユタさんがそれ言うなら、マットメイトなんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけど、ユタさんは人外っぽいなって思ってます。でも、ユタさんがクルーの場合ってリンゴさんしかありえなくなる。はい、そうです。だから僕がリンゴさんしか押せないです。そう、ユタさんがクルーの場合はもうそれしかないと思います。はい、R さん決めちゃってください。僕、ローラーでいいと思ってます。僕もいい。あ、ただ、それならローラーでいい。あの、投票合わせたいと思う。じゃあ、リンゴさんと僕てください。リンゴさん、リンゴさんから。ユタさんがマットの場合は、結構やばいローラーになっちゃいますけどね。うん、確かに。うん、まあ、ボタン押します。2票。したら僕を攻めます。誰や、そんなこと言って。ここ二人外、これ、ユタさんに入れてます。釣れたんじゃないの、リンゴさんで2票。釣れてないですよ。僕、入れましたよ。今、リアクター1人で鳴らしてます。パパパン、パパパン、パパパン、パパン。うんうんうん。バルーンの第一印象は男前のサル。パン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 。ボールとかないし。押しました。ナイスボタン。いいボタンだ。まあ、今回ローラーになると思うんで、あれですけど。はい、僕釣りでいいですけど。はい、右側、左側、リアクター直した組で、その死人。取れてて絶対無理だよっていう人はいないんですか？イオリさんの木ですかね。そう、イオリさんの死な日ですね。なんかリンゴさんが両方直したって言ってなかった？なじゃなくて他の人です。他の人はどこにいたかとかで。うん、え、そのリフト左直しました僕は。もうゼルクはいいや。ゼルクは弾くんで。はい、あの先端さんも多分無理です。はい。はい。そのため一応聞きましょうじゃん。モスケさん。僕は宿舎前通路です。メイン。シャワーの覚え芸の右のやつした後、メインエンジン宿舎前って言ってます。多分先端さん浮いてるって認識でいいですか？あ、浮いてます浮いてます浮いてます。はいはい、ほぼほぼ浮いてるじゃん。影丸さんは影丸貨物脇ラウンジトイレ、でアーカイブラウンジ開けたところで開けたところ、はい、あもう一個ぐらい助けた開けたところなの？開いてなかったってことですか？いや絶対開けた記憶はある。ただもう一個タスクをやったとは思うぐらい。はい、で浮いてます。ユタさんは？あ、僕も浮いてて、エレキで先端さんとすれ違い、はい、貨物の、あ、違う、貨物というか、バイタルの、ダウンロードのところをやっているところで湧いてます。スラパイさんは？うん、言った通りです。メインで湧いて、昇降機右です。あ、なるほど。で、ごめんなさい、こっから先、まあ僕がどこぐらいの角度で白で見られてるか分かんないんですけど、議論的にのすけさんインポスターはあると思ってます。わかります。あとユタさんも怪しいと思っています。ユタ、まあ、さんはローラーなんで、あれでいいですけど。昨日ユタさんに2票だったのが意外だったんですけど、僕とリンゴさんしかいないですね。あ、まあ、まあ、ローラーだったので、ローラー指定だったので、ローラーの指定だったので、あ、指定してたの。すいません。そこのローラーの票ってあんまりなんか参考にならない上に、大丈夫大丈夫です。僕、のすけさん、ユタさんつった後、のすけさんまで釣りたいなぐらいです。うん、あ、まあ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 、まあ、同じです。
まあ、ステンディングさんで1落ちてるので残りの3人がケアしていただければという形でお願いします。うん、だからもう一回ボタン欲しいです。どこの要素ボタン欲しいですか。僕はもう射的キル、射的キルです。もう一回ボタンある人、僕射的キルか、ボタンのある人2人しかいないよ。お願いします。射的キルもリンゴさん付近にいませんでした。押していきます。はい、おーし、あーどリンゴが落ちるかね、これで。いやでもユタさんマットっぽいけどな。ユタさんマットの、でもリンゴさんの反応来るからさ、リンゴさんインポスターのユタさんマットののすけさんインポスターとかだったら最悪だな。あ、押せなかった、押してた。あー最悪、マジかよ、マジ、もう最悪、押してた。うわー、これ勝てそうだったのにな、最悪。あー、もうマジかよ。うわあ、これ勝てたな。はい、もうのすけ影丸は黒で。あ、うっす。僕も影丸さんめちゃくちゃ聞きたい。うわあ、これ勝てたな、これ。無線さん、あ、センさん、ミュートミュート。センさん、ミュート。ミュートしちゃった。あえてね。ミュートしたら。え、待って、どの要素で僕を釣るんですか。もう目の前ミュートしたら。じゃあ、俺がシャワーから宿舎前まで行って、もうのすけさんが死体の目の前に立ってるところを僕とスナパイさん2人で発見します。はい、全然違います。ここに人外です。僕は貨物脇、診察、エレキ、メイン、エンジン、コックピット。うわ、もう最悪、マジで最悪、ミトスのせいで。全部そうやないか。コックピット展望デッキ行ってんの。コックピットから展望デッキ行ったの。はい、あの途中、はい、ちょっと使いましたけど、はい、うわマジか、これ勝てたな。いやー、なんか全部わかったわ。多分初手キルなんですけど、初手キルはあのユタさんがおそらくもう最悪、マジ最悪として左に行った人いるんですけどね。僕がそれに乗っかって、エンジンメインの扉を開けて積みました。はい、まあそうだよね。ありがとうございます。ああ、先輩、ごめんね。めちゃくちゃいいとこにいたんだよ。これ勝てたな、マジで。諦めなかったな、マジで。のすけさん、インポス、のすけさんさ、キルクルあと1秒ぐらいじゃなかった。いや、じゃあ俺は溜まってて、俺は消防機に来たやつを聞いたら、ヒヒヒヒ、ネロちゃん来たわと思ったら、スナパイ、ネロちゃんがペアーって囲まれてたから。いや、俺ゼルかあと1秒だった。わ、ボタン管理しっかりしてればな。怖い、起きてたから影丸さんだって思って。いや、影丸さんね、アーカイブで待ってたんよね。あ、そう。いや、俺は途中、仕事に。こいつ来ると思って。笑ってしまった議論中に、マジで。ゴリゴリだった。ボタンないんじゃねえか、俺ら。まあいいや、任せる。もういや惜しかった。勝ってたな、これ。ミュートゲーしちゃった。あれ、俺にパスしてるなと思って答えたら、これなんか違うかったね。これ赤目田さんの死に出そうとしてたなと思って。そうなんですよ。僕赤目田さん左にずらそうかなと思って。そうそう。でもまあまあ飛び出しまってたからね。のど道。そうっすね。うん。それはしゃあない。知らなかった。これはしゃあないわ。ハイレベル。いいね。あるんかい。あったあったあった。あるんかい。ゼロ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 。あ、ごめんなさい。まあ、影丸さんで。もうネロちゃんミュートだ、これは。あ、すいません、ミュートにします。くそー、ジジボタンはね、大事に取っておきました。いやー、もう勝てた、これマジで最悪だ。いやー、ボタンを捨てた。いや、いい感じだったんじゃないかな。いい感じでしたね。絶対勝てたかった。いや、車とミトローラーは使ったよ。ねえ、人間さん吹き飛ばして。車とか、あそこめっちゃ面白かった。俺も途中のメインエンジン閉まってましたよって言われて、どうしようと思って笑いこらえながら議論してました。やべえと思った。
半回ぐらいミュート挟みましたからね、僕もちょっと平常心保つために。あまりにもマットだったんだよな。ああ、そうっすよね。インポスターしてるのめちゃめちゃ。助けてくれたからね。僕シェリフだけど、ネロちゃんとスナパイさんがめちゃくちゃまとめててくれてる議論を。もっと喋ってもっと喋ってと思ってもう俺もうすることねえってねもう言うこともねえ議論が完全に黒だったこの2人いや面白かったジージーでしたジージーですよしないです絶対勝てないよでもセンターめっちゃ白だったからさそれまでそうそうそうやねそうやねよかったいい時だいやもうだから来たのだから切られちゃったねポスターつって僕らもお土産しててヘッダーとクルーキ1枚切って勝つとかあったから絶対、うん、いや惜しかった、うん、いや申し訳ないにミュートゲーしてましたいや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 悔しさがわざとわざとさすがにわざとはしないです申し訳ないあれやそうにあーってじゃあ行きますか次忘れてました、ね、はーい、はい、じゃあお願いしますはいお願いしますうわこの配役でジャックル勝ったら激アツだったのよなマジ最悪だもー